ザグレブはここです。クロアチアの首都ザグレブに着きました。ザグレブとは溝という意味です。溝のように低い位置にあります。はい、そしてちょうどですね、今信号で止まっておりますけれども、この左手前方になります。こちらが美術そして彫刻、美術館となります。はい、左手になりますけれども、こちらはですね、財務関係の建物になります。政府の、事務所になります。左手はこの一番ザグレブで一番古いホテル、パレスホテルとなります。はい、左手はですね、フランス大使館となります。音楽博物館となります。クロアチア総人口の4分の1がザグレブに住んでいます。裁判所となります。はい、左手裁判所です。こちらはザグレブ地方裁判所となります。はい、この左手がですね、ブラジル大使館、そしてその隣です、日本の日の丸がね、ここ見えております。はい、日本大使館となります。ザグレブ博物館です。ブラチ島のですね、石灰岩になります。はい、ちょうど正面になりますけれども、ザグレブ銀行になります。左手ですね、正面左手、ザグレブ銀行の前にですね、銅像が立っております。この銅像の方が先ほどのこの白い博物館を作った方。大聖堂の前でバスを降りました。15世紀のフレスコ画です。最後の晩餐です。懺悔室です。聖母昇天です。大聖堂の前の天使の塔です。聖マルコ教会です。
通りの正面に大聖堂の塔が見えます。視聴者です。この辺りは旧市街です。姉のことよ。騎馬像の台座には奇妙な生き物の彫刻がありました。石の門です。1760年に作られました。石の門の中に祭壇のようなものがありました。サンマルコ広場です。サンマルコ教会です。ウィーンのステファン寺院の屋根に似てますね。左がザブレルの紋章、右がクロアチアの紋章です。会議児童です。サンマルコ教会の隣にありました。視聴者です。美術館です。見晴らしが効く高台に出てきました。南の門です。張り台を兼ねてます。オペラ座です。近くにケーブルカーの駅がありました。トミスラフ広場です。トミスラフの像です。1848年に作られました。
ザグレブのシンボルはハートだそうです。